何してる、岩川さん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 って、はい、あ、だから恥ずかしいとか言ってる身分じゃないんですよ。そういうとこですよ、あなたが貯金もないのも。前はどんな仕事をしてたの？これに似た仕事なんてないでしょうよ。前の職場ではちゃんとできてたの？いや、今日言われたことをメモとか取りましたか？取ってないですけど。できるの？そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 、はい、岩川さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はなんか企画を用意してくれたということで。はい。どんな感じなんですかね。あなた趣味とかあるんですか？あ、僕の趣味ですか？はい、まあ、僕、まあ、いろいろあるんですけど、はい、バンド好きなんで、はい、音楽のライブ見に行ったりとか、はい、あとサッカー好きなんで、はい、サッカーの応援しに行ったりとか、はい、まあ、そういうのが趣味ですかね。あとお金使う趣味ばっかりじゃないですか。まあまあまあ、まあ、大体趣味って多少のお金がかかるもんですからね。大体応援しに行くって、はい、あんた人のことを応援してる場合じゃないですよ。なんでですか？言えないじゃないですか。あなたが応援できるっていうのは、はい、家がない選手だけです。そんな選手いないです。ホームレスプロサッカー選手なんていないです。そんな漫画の中だけです。家もないし、彼女もいないし、はい、お金もないし。サッカー選手って言ったらいくら稼ぐんですか？まあすごい人になると1億とか、もう本当すごい。10億とかの人もいますよね。10億とかの人もいますよね。で、彼女もいますよね。アナウンサーとかと付き合ってますよね。まあまあ、そういう選手もいますね。海外で活躍して、そのアナウンサーと結婚された方もいます。はい。はい、家もありますよね。まあ当然、なんだ、日本と海外2つあったりします。あなたは人の応援してる場合じゃないじゃん。あなたの応援の声だって聞こえませんよ。サッカー選手ここ、あなたはここ。声聞こえません。そんなことないですよ。よく言ってますよ、インタビューとかで。僕の好きな選手は、あのサポーターの応援する声が僕の力になりますので、はい、言ってくれてます。あ、嘘です。いや、そんなことないです。僕は信じてます。そう言わないと好感度下がるじゃないですか。あなたたちみんなスポンサーいますから、はい、変なこと言えないんですよ。みんな思ってますよ。そんなことない。お前ら俺の応援してる場合じゃないんだけどな。そんな、なんでこんな嫌なこと言われるんですか。なんなんですか今日。企画用意したって聞いたんですけど、人の人に対して不快なことしか言わないじゃないですか。あなたのストレス解消今日ですか。いや、だからあなたにちゃんとした趣味を作ってもらおうと思って私が動きました。あ、なんか僕に合う趣味をなんか探してくれたってことですか？はい、そうです。お金も家もない人が金も家も持っている人の応援してる場合じゃないでしょうが。その事実だけ切り取って言うのやめてくださいよ。わかりました。じゃあ、はい、岩川さんがそのお金も家もない僕にぴったりの趣味を探してくれたと。はい、わかりましたか？はい、わかりました。それはどんな趣味なんですか？はい、まずとりあえずもうやりやり教えます。あ、それは家ではできない感じなんですか？家ではできない。 まずね、体力ですね。あ、まあ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 ね。はい、それはまあ僕もね、もう40歳ですし。 あなたの財産ってもう体と健康しかないですから。言わなくていいよそんな言い方。もう健康を失ったらもう終わりですよ。指さすな。まあまあ、それいいことではありますからね。はい、だからまず健康的な趣味作りましょう。こんなバカみたいにね、大声出してる場合じゃないです。お金払って。わかりました。え、じゃあそれは外行けばなんかできる趣味なんですね。はい、外行きましょう。はい、外来ましたね。はい、どうしたらいいんですか？とりあえずどっか向かうわけですか？あ、はいはい、まあ、はい、うろうろします。あ、お散歩ってわけじゃないですね。はいはい、まあちょっとお散歩っぽい要素もありますね。なるほど、はい、まあまあまあ、お散歩健康にいいですけど、ただお散歩っていうんだったら僕別に教えてもらわなくてもできそうなんですけど。はい、
それは違うんですね。あの散歩じゃないですね。はい、あ、ダメか。どうしました？あ、はいはい。何してちょっと岩川さん、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 岩川さんって、はい、あなたもやってください、はい、まずあなたがやらないとダメですよ。あなたはちょっとカジュアルに傘でやってください。岩川さんの言ってた趣味ってこれですか？新しい趣味って。あ、はいはい、 あなた向けの趣味です。だからお散歩して健康になって小銭も稼げる、はい、一石二鳥じゃないですか。でホームレス。岩川さん、それが嫌だって。ホームレスってこれやりだしたらもうガッチガチじゃないですか。ガチガチのガチじゃないですか。ただあの人たちはガチで食べるためにやってますけど、はいはい、あなたは趣味ですから。それなんか言い方変えてるだけじゃない。あ、やっていいから。はい、やって。人気が聞いたんですよ。はいはい、そんな気にしてる場合じゃないですよ。あなた家がないんですよ。あんまりいませんよ、はい、人がいると、はい、あと家がないんです。はい、あ、いいですね。はい、石しか出てこない。あ、はい、まあ、ここ練習でやったんですけど、こういう高さがあるとかダメです。気づかないの。あまあ、チュートリアルなんで、はい、あえてやりましたけど。あ、そうか、はい、小銭を落としたらここにはまあよっぽどバウンドしないと入らない。いやいや、そんな奇跡ないです。そんなこと考えて自販機見たことなかったんで。早く行きますよ、時間がないですから。いや、別に時間はこんなことしてて時間ないなんていないですよ。私忙しいんですよ、本当は。ああそこもダメですね。ハズレや。すごいですね。はい。こんな遠くから見ても分かるもんですか。はい、分かりますよ、それ。ああ、高さがありすぎる、また。はい。あ、もうちゃんと体に染み込ませてくださいね。あなた、言えないんだから。何回も言わなくていいし、そんなこと染み込ませたくない。それ染み込んだ時点でもう本物じゃないですか。それはもう。ああ。あ、じゃあもうちょっと模擬戦です、やってください。こう高さあるから意味ないですけど。あ、はいはい、模擬戦です。はい、あ、もう綺麗っすね。はい、絶対ないよ。それはないですよ。はい、でもあるんじゃないかって、もう練習です。もうないんで早く行きたいです。はい、ここは大通りなんで恥ずかしいです。あ、だから恥ずかしいとか言ってる身分じゃないんですよ、そういうとこですよ。あなたが貯金もないのも。いや、ない。あれ、ちょっと、なんであなた逃げたんすか。え、人が通ったんで、はい、恥ずかしいじゃない。いや、冗談ですよ。いや、明らかに逃げたじゃないですか。いや、あなたももう僕も今日一日しか教えませんから。なんかあのバイトの先輩みたいな感じで喋るのやめてください。ああ、ほんと持ってないね。高さがありますね。はい、高さあります。はい、ちゃんと、はい、ここはチェックして、もう何度も言わせないでね。はい、ない。ここは、はい、ないです。はい、ないですか。こんな感じです、皆さん。ないです。暗いな。いいですね。よし、どうしましょう。はい、うわ、いつもあのお釣りのとこ忘れますね。すいません。はい、深いね、新人なんだ。こんなことで僕でこんなのできるようになりたくないんですよ。何、前はどんな仕事したの。これに似た仕事なんてないでしょうよ。前の職場ではちゃんとできてたの。いや、少なくとも岩川さんとかはできてたと思います。すごいできてるのに言えないの。うるせえな、こいつ。なんで。そういうのあんま聞かない方がいいですよ、先輩は。関係悪くなります。ここはちょっと期待できますよ。高さも、はい、ないし、はい、
狙いますいってください。こちらなさそう。こちらないですか。あ、やばい、子供が来た。はいはいはい、行ってください。あ、すげえ、ゴミゴミ戻してください。怒られますよ。ほら、まあ中学生とおりましたよ。どういう気持ちですか。今カメラ2歳ってか分かんないですけど、はい、聞きました。はい、中学生が、はい、頑張れって言いました。ほら、応援されたじゃないですか。あなた今まで人のこと応援しとったのに応援されたじゃないですか。あの子たちは親世代ですよ、下手したら。やっぱしょうがないですよ。もうで、人間としては年下だと思ってください。あの子たちが先輩だと。はい、分かりました。じゃあちょっと恥ずかしいんでこの場早く離れていいですか。いやいや、その前にここ何回言わすの。本当ないです。はい、あとそっちもあるでしょうが。ないです。ないです。ないよ。ふてくされていいんですか。ふてくされてないわ。ふてくされてもいいだろ、別に。何ですか、やりますか。すいません、つってこんなところでやりやりたくない。じゃあ、あの気持ちよく前向きな気持ちで、はい、次の自販機探しましょう。はい、じゃあ次行きますよ。はい、はい、ちょっと厳しい。はいはい。あ、そこ。すみません。もうないです。何回も痩せないでね。はい、すみません。あ、困るよ本当に。あなたが困りますからね。もう困ってますよ僕。非常に。あ、また高さありますね。あ、これね。はい。わかりました。何回言わすの。わかりました。高さあってもここは調べる。はい、ちょっとないですね。あ、そこはないけど、ちょっとこういうとこもしかしたらね、こういうとことかこういうとことかもしかしたら落ちてる可能性あるから、ちょっと探してみて。こういうとこね。うん、こういう隙間に。あ、ダンゴムシが出てきた。はい、ダンゴムシ言わない。あ、そうだ。はい、取ってください、取ってください。はいはい、いきますよ。はいはい、終わったじゃん。やべえ、嬉しい。やりました。ほら、どうだ、今は今なんて言った。嬉しいって言いました。ほら、これだよ。趣味ってのはよ。これじゃあちょっと。いや、別にお金使わなくてもね、テンション上げることはできるんですよ。まあ、テンションだいぶ下がった後ですよね。わあ、やったー、嬉しいな。よかったですね。ちょっと昭和59年。ああ、僕の2個下だ。ちょっと。ちょっと、岩川さん。はい。え、なんで取り上げたんですか、僕が拾ったの。じゃあ、はい、給料です。なんで1円になっちゃったんですか。え、意味わかんないですけど、どういうこと。はい、今日は僕がついたんで。はい、はい、のマクドナルドとかも研修期間は時給安いでしょ。まあ、あれはアルバイトだしね。はい、研修期間ってのはあるでしょうけど。はい、だから一緒です。まだ研修生なので。だとしてもですよ。はい、自分に1円になっちゃうんですか。はい、時給1000円が100円になっちゃうのもんですから。じゃあ言うけどよ、ここってここ指示したの誰だよ。岩川さんだろ。こういうやつがここを見てもう終わったやろ。てめえぶち殺すぞ、この野郎。一回検知しろよ、これ。もういいっすよ、じゃあ。
行くぞ。わかりました。じゃあ人員室も、てかもういいっすよ、順位上げますよ。1円返すんだもん、いいっす。1円は前の働いた分だよ。そこはなんで誠実なんだよ。さあ持ってけよ。わかりました。じゃあいただきますけど、もういいっす。この趣味もういいんで帰りましょう、もう。じゃあ帰りますか。はい。今日はもうこれでいいけど、もうちょくちょくやるんですよ。アルバイト行く途中とかも自販機あるでしょ。あると思います。あ、もう毎回チェックしてください。はい。家もないんだから。わかりましたか。はい。わかりましたか。返事をする。ね。今日言われたことをメモとか取りましたか。取ってないですけど。できるの？ちゃんと覚えたらいいよ。できるの？うるせえ。腹立つ。知らないよ、本当。ミスして困るの君だよ。うるせえなこいつ。できるんだね。できます。すいません。次はメモちゃんとします。もうできます。次はってもうねえよ本当に。何なんだいこれ。そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル終わりです。ありがとうございます。